今日の見言葉を開きます新約聖書のエペソードの神徒への手紙6章10節より中9節までを読みますでは声出してどうぞ最後に言う主により頼みその偉大な力によって強くなりなさい悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい 私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威暗闇の世界の支配者、天による悪の書類を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯びとし、で腰に締め、正義を胸当たとしてつけ、平和の福音をつける準備を。 履物としてなさいなおその上に信仰を盾として取りなさいそれによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのですまた救いを兜としてかぶり精霊の剣すなわち神の御言葉を取りなさいどのような時にも精霊に助けられて祈り願い求めすべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根虚よく祈り続けなさいまた 私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。アーメン主なる神様、今日も天下の人間に救いを与えられる、真の神、唯一の神、イエスの皆を信じる信仰によって、この場におちといし、主を礼拝しようと思ってます。 陸の思いで生きてきた日々の罪を許してくださりその罪がイエス様を通じかにつけてしまったことも忘れることなく主の皆を呼びながらも同じ罪を繰り返していくようなことだけは絶対にありませんよ主の精霊によって神の統治計画に正しく聞きたうものになりますようにそして黄泉の力が対抗できない 強力な精霊の力に満たされて突然、陸大を去ることがあっても必ず神の御国を受け継ぐ信仰が完成できますよ、助けてください。日々日々が目を覚まして絶えず霊の戦いに勝利できるものとなりますように導いてください。イエスキーの尊き皆でお祈り申し上げます。アーメン。 ハレルヤじゃあ以前神様が、えー、韓国のある清潔教団という教団の48の教会が集まる集会があるから 日曜日と月曜日の説教を頼みますとこう頼まれた時にもう考えるまでもなく「日曜日が入ってるからダメだ」とその場で断りましたそしたら後ろについてきながら「いややってくれ」しつこく頼まれたから それ以上もう目の前で断っても通じない様子だったからじゃあ日本に戻って祈ってから答えると言ったらじゃあ1週間経つまで答えを返事をくれもう祈るまでもないんだけど彼に答えるため返事をするために祈りました主がそれはまとわした。 君が日本という霊的な戦場に使わされていながら霊的な戦いを扇動すべきこの日曜日をの礼拝を明けて神の仕事だという名目で霊の集会に行ってしまえば日本がサッンに隙を与えることになる。 祈る前にも知っていましたけれども祈りましたら神がそのように答えてございました。で1週間後に断りましたがその時に私に思い起こし終わったある出来事が何かというと第二次世界大戦の時にドイツ軍のロンメル将軍が 全ヨーロッパを相手にしてどん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 勢いよく勝利に勝利を重ねてヨーロッパ全土を占領していきましたフランスの北部まで行って広げていたた時に 奥さんの誕生日が来たから日を明けて統一に帰った奥さんの誕生日を祝いながら2泊3日を過ごしている間にフランス北部のノルマンデー海岸では連合軍の調律作戦が見事成功しましてそれによって トイチ軍イ敗退するようになりそれがきっかけにトイチが敗北を迎えるようになります考えてもなかったことを主が思い起こしてくださり君が今肝心なこの時に日曜日を君がいなくてもやってくれるものがいないのに開けてしまうってことはまるでこういうことだロンメルが 国へ離日大したことはないだろうと大体思うでしょうでもそれが好きになる戦争という概念戦争という概念が分からへんとにはピンとこない話でも霊的な戦いもこのようなものであり好きを与えればサタンがくさびを打ち込むこういう感覚はないといけない私は軍隊を 軍隊なんかは行くもんじゃないと、人の人生の若い時に2年、3年というのは、ただの無駄な時間になると思って、できれば行かないように頑張っていました。でも何をしても行かざるを得なくなって、軍隊に26ヶ月、 できまあとか,から考えたらポクシーになってから考えるようになったのは軍隊に行ったのが私の人生のこのポク海舎になってからのすごい有益になる戦争の概念がもう説明これ以上説明いらないもう身に染みてるの戦争が起きれば伴うなのか 個人はどうなり家族はどうなり国はもう,どうなのかもうそれ以上の確証はいらないこれを霊的に切り替えたら聖書の霊的な戦いのことは当たり前のように説明いらなく見えてくる悟りもいらないのある話ある話なんだけれどもシュイエスの港聖霊が世に下って2000年が経っていても世にある教会が 霊的な戦いの概念すら分かってないそしてやるべきことをほとんどやってないそして聖書が教える霊的な知識に対してすごい全然違う解釈を出してるなんか今はすごい平和な時だと戦いなどの話したら逆に 平和な人の心に波紋を起こすかのようなとんでもない迷惑余計なことを語るとそう思われる時代になっているそしてクリスチャンになっている自分自分たちには悪霊なんかを入ろうともなければそういう話をすればまるで昔の古い時代の時代遅れ的ない人の話であるかのように 判断されてててしままう世界になってきてます皆さんまず基本的にチャ者になればもう悪霊は入らないそんなこと戦いなんかやらなくても神様に守られているこういう間違った認識を持っているほとんどの今の世の中のスチャンたち今日のメッセージで まず目が覚めるべきですそして、霊的な戦いの現場が現実がいかに厳しくあるかその戦いは激しいものであるか絶えず目を覚まして今季よく祈り続け断食し続け戦い続けないとなぜいけないのかなどを簡単に説明するから二度とこういう話を聞くことがなくても。 目をすすべきですよそして十分にサタンに自分の全てをこっそり奪い取られないうちに守っていけるほどの戦いはすべきだ何があってもサタンだけには負けない程度の戦いはすべきだということを心開いてまずそういう覚悟で今日の話を聞いてほしいんです。アーメンできますか 今皆さんが、せっかくイエスの前に来ている皆さんが、頑張らないと皆さんの家族があっけなくサタンに取られていきます。言ってはならないところに、皆さんの健康が、皆さんの気分感情が、幸せが、皆さんの人生そのものが気がついたら、もう自分のものじゃなくな,くなっている。こういう現実が当然目に見えるべきなのに。 自らの人生を生きるんだったら当然何をさっておいてまずこれをやるべきなのに気づいてもないままクリサンを名乗っている人々本当にかわいそうです本当にかわいそう目があっても見えない人イエス様がこういう言葉まで使いながら説教された気持ちがよくわかります皆さん今全て霊肉ともに処理してますか 口先ばかではダメですよ、実際に勝ててなければ。これは本当の永遠に、永遠にそのまま消え去らない現実はこれなの、の霊的な世界です。目に見える現実は次から次へと古びていきます、いや過ぎ去っていきます。永遠にある時点で宇宙全体が、私たちの目の前から去られる音になっていると信じる日だけが、アーメンと冷やさまにて。 神によって勝利を得た者だけが永遠に皆さんのものとしていつまでも皆さんのものとして残ってくれるんです。ハレルヤ。シュイエスが信仰を告白をしたイエスに出するペトロに向けて黄泉の力が対抗できない強力な神の教会を立てる約束を初めて教会という言葉を使って約束されたときに。 他だおで読みの力が対抗的な強い神の教会を立てる約束をされたのこの意味がいまだに分かってないのなぜ読みの力が対抗できない強力な教会が世に欲しいのかよ平和な教会シャルムこんな主があなたを愛してますこんな、うん優しい話ばっかりしてればいいのに何 見ても聞いてもない読みの力が対抗的なんだそんな教会が必要だとイエス様がおっしゃったそして12名の弟子を人としてご自分にある権威と力まで持たして悪霊を追い出し病気を休むサタンを砕く力を授けてから天道に使わされる。 マッタイの節の節弟子として呼ばれてからまず、イエス様が弟子たちに何を授けたご自分にある権威と、そして力を授けた。それが何かというと、悪霊を生い出し、病気を癒やし、ハレルヤ、弱いものを治す力ですよ。なぜ悪霊を生い出す力を与えたでしょう人々の中に。 悪霊が出たり入ったりしているとイエス様がその後から中二章の43からここまで説明しています人の中から悪霊がたとえ出ていてもまだ入るしまだ入る時に神の力によって満たされてなければ今度は追い出さないためにもっと悪い悪霊をたくさん連れて戻ってくると言ってますアーメンです クエサの中に悪霊が入らないと思っている人のこかわいそうじゃないの皆さん悪霊を生出し病気を休んただの弟子役で人として使わされた弟子たちが寒天を患てる少年を 手下たちの前に連れて来,られた来た時に追い出してあげることはできませんでした。それでイエスのもとに連れてきたらイエス様が悪霊を追い出してその病気を癒してあげたんです。テ下たちがもうすでにイエス様のへの権威と力を悪霊を出し病気,病気を癒す力を初めから授けられたまま使わされたのに なんで弟子たちにはそれができませんでしたか不思議に思って弟子たちがイエス様にひそかに聞きに行ったら「恋はくれいは祈りと断食によらなければ追い出すことはできないんだよ」「もうすでに授けられた権威と力はどこにいたんだろう」「後からのイエス様の説明には祈りと断食を続けないと」 授けられた権威と力が発揮できないという話です。アメンこれだけを聞いても、いかに世の国さんが勘違いしているの一度、授けられた権威と力があっても、引き続き継続的に根気よく絶えず祈り続け、断食し続けて、悪霊の力を砕く霊的な戦いをしなければいけないということ見えてきますか 一度悪霊を追い出ししたから安心してもならなないぜ油断すればまた入ってくる時には今度こそ追い出さないめにもっと多くの悪霊を連れて勢力を強くして入ってきて住み言いたら今度はその人の状態が前よりも後の状態がもっと悪くなるとまた12の45節。 ペトロ一の手紙の2章の20節などで、イエス様が説明してます。アレリア、アメン。ヨハネ13章の2節では、サタンがユダにイエスを裏切る心を抱かしたら、ユダが十二弟子、使徒の一人、悪霊をヨきダシ、病気を癒す力まで授けられていた。 にに人の一人のユダがイエスを裏切るようになります何でですか皆さん一人まで選ばれて剣道まで授けられた人の一人がどうしてイエスを裏切るようになるのかサタンに騙されたとサタンにイエスの裏切る心をそそのかされたと誘惑を受けて負けたと言ってますルカの22の31から32で サタンが古いにかけるかのようにペテトロを試みるためにペテトロを試みるために古いにかけてみようと神に願い出たら神がそれを許されたらサタンがペテトロを試みに合わしてしまったんですよペテトロはサタンの試みに落ちてしまったのそしてイエスを呪いながら十字架を背負うイエスの前でイエスを裏切ってしまう通して 人的な権威と力まで授けられていた弟子たちが次から次へとイエス様を裏切ったり悪霊の追い出しができなくなってしまったでしょうかその理由を末代26の41節で見事ス様が説明しています「誘惑にサタンの誘惑に陥らぬように目を覚まして祈りなさい」「心は燃えても肉体が弱いもんだ」 いくらあんたあたが障害していると、死のために生きると、救産として霊の崖を処理して生きると、そう熱く心が燃えて燃えても、あんたとの弱い肉体が祈ろうとしたらすぐに眠るしたり、すぐいびきかけら寝てるじゃない、聖書を読み始めたらすぐに寝てしまう。睡眠剤を飲まなくては寝,れ寝つきが悪いんですと。 不聖書を読ましたら、1ページも読まないうちにいびきがいてる。燃える心だけでそれが自分の信仰だと思ってはならないという警告です。目を覚ましていまして、悪魔の誘惑に陥らぬほど、悪魔の誘惑を見破り、打ち破って勝利できるほど、戦いに勝利できるほど祈らないといけないです。なぜこういう通用の話を全部見逃してるでしょう。 なぜ甘いからです負けた時にどうなるかという認識が甘いからですそれで神の余計なことは全部守りながら肝心なことは全部逃してしまおうなぜ約束されていてもそれを自分に運ぶ力がないからですよ食卓は目の前においしい料理がいや栄養分のある料理がいっぱい並べられていても それを口に破力運ぶ気力もない。みんな、隣に見なさい、ええ。みんなこうやって生きてる、こうやって。こんなすごい約束をこうやっても、読んで自分のものにすることはできない,い。ここに来てながらも寝てるないか。これはチェンバクレイに負けであると。悟りますように。いかにクリちたちが盲目に、馬鹿らしく、愚かに生きてるかを。 べべきですよ悟るべきでですすよ、はい。よ。胸を打ちながら嘆くべきですよ、はい。なんでサタンとアクレートを同居してたらアクレートを同居しながら共寝までしておる共寝寝。寝る時にも一緒に寝てる、はいうん。誰がよ偉そうにクリスチャンを名乗ってる人々がアクレートを同居を共寝してるよ。アクレート抱きしめて寝てるんだよ。 だから通して通して疑問ばかりないわけで通してもこうしてもここに全部説明があっても読む力がないじゃん悟る力がないじゃんこんな分かりやすく編集が説明しても分かってくれないの皆さん家に帰ったらほっぺたのを殴り合うこのパカやめなさいもう目があっても見えなかったじゃないかずばり説明が書かれてる順番的に 密にに読めば目に入らなないいわけない心を持って読めば入らない悟らないはずがないの心は他に向かってるからダメなの他に心をこれに集中してみなさいよ一冊の本に参考書もいらん人が書いた参考書よりこれをたくさん読んで生霊に入て悟してもらえれば真理のエキスがこの中から溢れてるのそれをなめればなめれば 分かりましたが皆さんイエスの権威と力をこっそり授けてもらった人たちが人はただの弟子じゃないのただその門下の中に入ってただ教えを教わっているレベルが合うてイエスの師匠の神にある力と権威をそのまま授けられた者が人なの人。 イエス様の代わり者ですよなのになんで悪霊の追い出しも敵きなくて自分の信仰も守れなくなってあとは全部サタンに付してしまったのかよ。霊を覚まして祈ってられなかった、すなわち霊の戦いが敵なかったということ。これ深刻に信じるべきだ。敵たちが負けたのは悪霊に反入られてるから。ああですか なのに Q さんたちに悪霊が入られるかとそんなとんでもないことをどこから持ってきて教えてるのマイクを奪うべきですよ。自分だけつまずかでそれに聞く人までつまずかしてるじゃないか。聖書と逆方向に教えてるじゃないか。今日の話聞けば皆様は全部勝利しないといけない。こうすれば耳閉じるでしょ。聞かなかったふりをして。 聞けば守らないといけないと普段を感じて聞かなければもう知らなかったからとペンメイ作ってペるハレルヤ私の顔見たくなってなくてももうあと何年もしか何年しか残ってないからちょっと見ながらこっち集中しなさい集中しなさい何でここに来てあっち見るのそれで話は聞こえる 人としゃべる時に必ず視線を下を向き上を向き横向きにする人がいるのしゃべりながら <laughs> この中変な人は変な人素直じゃないよこれ目を見るじゃない当然しゃべる時に「シュイエスがおっしゃったんですよ目はあんた方の友しびだ」と。 あんたとの人生の心の中を照らす灯火のようなものがあんたの目なの。自分の目が澄んでる人は目を合わせてくれるはずだし、目がいろいろ濁ってる人は視線をそらすはずな今こっち向かってない人はきっと中にいろいろあるのにいろいろ。ポキと目は明日困るとか。今この顔見て疲れても天に行けば全部癒されますから。 救われるのに頑張らないと牧師はね皆さんを責めるしかないの聖書は全部そういう言葉しかないからよ。目を覚ましていなさい見事サタンに騙されて騙されて主を裏切ったペトロが聖霊を受けてからは聖霊を受けてからはどのように生きるか自分たちは祈りと見事に専念すべきだと。 祈りと御言葉に変なすべきだと。とそう教え、そう自分たちは身を慎みながら、実際に日々を送っていました。ペテロの一番神コーのョンをして、目を覚まして身を慎んでいなさい。なぜ、あなたとの敵対敵である悪魔が誰かを食いくそうと思って、吠えるを 獅子のように探し回っているとペトロが目が覚めたのサッタに騙されてイエスを裏切った後に目が覚めてひたすら精霊ばっかりを求める生活をしてみたらサッタとの戦いはいかに湿国を激しいものであるかを分かった彼はこのように人々に教えてますよ目を覚ましているべきだ目を辻うべきだと。 得でも何でもよからと思って身を渡したらなりませんとそして霊の戦いにすべてを陸にある力を尽くすべきだとなぜサタンが吠えたける獅子のように食い尽くすものはあの動物じゃなくて人々の霊魂を食い尽くそうと尽くそうと思って探し回ってるのこういう状態に あるのに世にある教会と世の人々が全く見えないから一度つらい思いをさせられたペトロは本当に別れましたよサタンの激しいしつこい攻撃がどうであるかイエス様よりももっと厳しく伝えてますこの例の戦いにおいては呼んでみなさいよ 何これ獅子が食べ物を食い尽くす姿見たことないんですかあのアフリカね。それを思い出せばいいのいかにちゃんこくにいかに残酷に獲物を捕らえて頭から食い尽くしているかをサタンが人をそのようにしてる。 なのにそんな対応もできない戦いも分からなくてにシャルム、平和何これそれで平和が訪れるのそういう人に自分の人生を委ねて運命かけてついていけるのハレルヤあとから人になったパウロも生霊によって生きてみたら 霊の戦いがどうであるか、信仰生活はどんなもんであるかがよく分かるようになってから、今日エペソの手紙を書いたんですよ。よ私たち人間の戦いは、血肉を相手にする戦いじゃない。悪の書類との霊的な戦いだ。だから霊的な意味での前進、甲冑、鎧、兜を身につけるべきだ。 神の言葉を剣にして立本とよりももっと切りやすい剣としていつも説くべきなのが見言葉の剣見言葉を常に読みながら悟るようにそれで守るように頑張ろうとこれが見言葉の剣を説くことなんです。 それが自分の力と実践になるように、イエス様のような力になるために、聖霊の力を常に求めることを根拠を絶えず休みなく。ルるじゃ、これほど分かりやすく、何か言葉を語り、説教したり、相談にのる時にも、適切な言葉で、ちゃんと伝えるのだってるように、妨害されずに、自分のために、いつも命取ると、ところどころで頼んでますよ。 霊的な現実が分かってるから分かってるからハロルヤアンアーメン大使人たちも誰よりもこれ霊の戦いをさらもっともっと求めてるのは他の人より弱いからじゃないのそれが分かってるから分かってるからなのに今日にこんなのは手離したらこんなの離したら神秘主義はどうのこのと 攻撃するの逆にサタンの代わりにこういう真に寄っつける人を攻撃するのはサタンの手先じゃないと力を合わせて共に求めるべきなのに逆に攻撃する反対するこれは今日の状況じゃないの世界中の皆さん皆さんは今までサタンを味方にして生きてきたのかイエスを味方にして生きてきたのか また12の30節では、イエス様のように、ス様のように、聖霊の力を求めて悪霊を子供族を追い出さないとは、サタンの、イエスを敵対するサタンの味方。イエス様のように聖霊の力を求めて悪霊を子供族を信じるものから追い出していく人がイエスの味方だと、また12の30節でイエス様が教えてます。 うういう話が一番重要ですよ戦争に負ければ敵の国が襲ってきて占領されてしまえば国を奪い取られてしまえば政治制度が民主主義そんなの言えます教育制度がどうのこうの言えます自由がないと言えます自由ぐれ、うん、敵に 負けずに、我が国を守ってから政治制度も民主主義にするか、何主義にするか、そのあと経済も政治もい,いろいろと考えるべきな、国を奪い取られたらすべて無駄になります。国を 敵の国と対峙している国はまず国費の一番国費を一番たくさん割り当てるのが国防費なの違いますか日本は軍隊チクタ行けないとなんか平和憲法とか言ってながらも 本当は日本は世界何位かの国防力を持っているの日本が自ら他を犯すことはなくてもやられた場合は守らないとそれで作った名前が自衛隊じゃないの自衛隊自衛隊でありながらも世界の強力な 国防力を、軍事力を持っているのは日本は数えられる、数えられる。分かってるから、ね、戦争が起きればどうなるか分かってるから。戦争が起きれば誰か守ってくれるの自分が自分を守るべきなの。あめです。何も分かってない人々がいろいろ言ってるでしょう、日本も。疲れる人生だな。 国,は国の政治家たちは国を守るのが政治の第一重要なんです。ソ連が例えばロシアが日本を襲ってきたら平和,平和憲法が終わるからバンバンミサイル撃ち込んでくれ東京のど真ん中に撃ち込んでくれうちは平和憲法だからハ <laughs> レルビア何も浴びた物ばっかじゃないの、ね。国を守ったからの方じゃない守ったから。

襲ってきても、まず見えない段階で見破って、打ち破って、サタンを屈服させる力を持ってないと、シャロムとかこんな挨拶したのありませんよ。大変だ、大変だ、わ,ざわいだ、災わわいだ、悔いあっためて祈りもをめるんだ、目を覚ますんだ、こういう警戒、警告の言葉を放つべきですよ。あんたがクリシャンであるならば。 あなたが自分の運命を考えているならば、親、兄弟の家族の運命を心配しているならば、国、民族が大事だと思っているならば、まず大敵に騙されず、大敵に打ち勝てる力を養うべきだ。それは精霊しかないことを信じますよ。精霊を言わなければ、あく一匹も追い出すことはできないよ。 アーメン中国選挙に全てをくしていたある若い20代の選挙人ともに伴っていたある姉妹が中国はすごい戦いがあるところからもう心を燃やしたら春教のつもりで春教してもいいという覚悟で中国の各地を歩きながら復音選挙していた人々が疲れて 韓国に帰ってきましたしばらく休んでたらまだ申し訳ないと思って再初に行ってある教会に1年間ちめましたしかしその後2人とも立ち退く状態になってしまったそれで自分たちは若い時から神に全てを尽くす宗教のつもりでものつもりで書く、うん、全てを尽くしたはずなのになんで何年かだったら 立ち状態になって身動きも取りにくくなったのか意味がわからなかったでそうしているときに日本に気分転換にでもなるかと思って日本に来ました出て起きたときが日曜日の午後の4時頃です日曜日だったのに自分たちは 東京で寝てた。4時頃目が覚めた時にふと思い浮かんだのが新牧師の顔が思い浮かんで新牧師の教科に寄ってみようと思って四つ屋にこの礼拝堂があったときに三部の礼拝が終わって5時半頃になったときに2人の姉妹が下に来てました何年か前に一回来たことあるんだけど2人の顔はまるで。 やつれてましてもう顔に疲れが出てました久しぶりだ挨拶をしてからそこまで来た話を聞いたら今伝えた通りにもう自分たちは今もう何もできないなぜ神様に尽くしたのにこうなってしまったんでしょうかと。 何知らなかったのか神に尽くすには方法があるだろう霊の戦いが当たり聖霊の力を受けて戦えばその受けた力を使ったことになるからまだ引き続き力を満たしてもらうために祈るべきじゃないかこんな当然の法則が分かってなくて彼女らは 若いうちに力が尽きてしまん <laughs> こういうふうに説明しましたら目が輝いてきまして仕事をするだけでなくて戦いを考えないといけない戦いというのは力を使うもんだ多くの人々が勘違いしてる神の力を一層受ければ永遠に変わらないと思っているバカじゃない バカじゃないの、この人。イエス様も祈りに祈り、祈りに祈って、聖霊の力に満たされて十字架を背負い、世におられた時にも、一晩中祈って朝戻ってきて、お冷たれえたらちだいたしまい。陸大に置けば、皆さん、陸大において神の力を受ける、一度受ければ、ずっとそれが永遠に。 そんな約束はどこにありますかならば絶えず祈り求めるべきだと精霊に結ばれてなんでこういうことを教えます悪霊を生み出し病気やす剣の間で授かって発掘された弟子たちがなんでそれが途中からできなくなり自分たちの信仰も守れなくなって倒れたのか絶えず目を覚ましてサタンに負けない程度に祈ってなかった結果だと今チーム説明したでしょう。 アーメス説明が聖書に全部あるのにんでこれは目に入らないのなんで入らないの,なないの目に。これ悟るまでもないだろ並べておけば全部見えるの話が。これが心に入らない、妨害していることが悪霊であるとか悪霊の働きがあることを分かんないからな。 どきに、礼拝に、のどもきに、眠くなると、まず悪霊を追い出しから始めてよ、うどうどしないで。アーメンですか見えないところで見たら、変なやつに、変な悪霊にやられていながらも、なめられていながらも、喜んでいる。口紅ばばかりつければ、きれいになるのその中では悪霊がいろんな怪我してるのに。うわぁ。ハルリア。わかりました、なしか 人となってサタンにまんまと騙さまさで負けてイエス様を呪ったり裏切ったりしてた弟子たちが聖霊を受けたからはまず自分たちは神の下べは祈りと言葉に専念すべきだろうとなぜ霊的な現実がサタンが獅子のようにサタンが食べ尽くすものを探し回ってるかのように声だけながらガーン ここれをサタンの声聞いいたことないでしょ皆さん今日家に帰ったら動物の王国か何かそういうアフリカの動物の世界を描いたドラマなどを見てみて獅子が獲物をどのように捕らえて食べ尽くすのかことが血まみれになって食べるんだ生きたままの生き物を人がサタンにこのようにされているお通し皆さんペトロ手紙の一の。 どここの8節で説明してます。サタンに騙されたイエス様を見事裏切ったペトロが目が覚めたんですよ。霊的な現実に。それでこれをことごとく教えてます。皆さんも今日ペトロのように目が覚めるべきです。アメン。サタンに負ければすべてを失います。健康、気分感動まで奪い取られます。 日本だけじゃ世界中にうつ病とか引きこもりとか統合失調症など、まあ、精神的ないろんな病気とか全部悪霊がたくさん入ってる結果な <laughs> 聖書によると一人の人間に2,000匹以上の悪霊も入ると聖書は教えてます2,000匹の悪霊が一人の中に入ったらその人が精神病者になって人だに共に住むことはできなくて狂って大声出したり叫んだり 変な行動を起こすからよ墓場を住まいとして住んでいただいたイエス様に出会って2,000匹の暮レを追い出してもらってからは正常に戻ったじゃないの戻ったじゃないん。分かりました今日にこんな病気が洪水のように世に話していてもこの原因すら分かんないまま精神科のお医者さんたちは本当は偽り者なのまあ知識はそこまでだから知識は 本当は偽りもの薬で人を薬締めしまして精神病者の人生を20年も30年も死ぬまで縛ってもうサタンと共に住んでるかしようない全部それにお金まで捧げながら癒しを求めて何一冊の中に全ての秘密が入ってるのにですからイエス様に来るべきだ人生の様々な縛りと重にを イエスによっててろしてもらうべきじゃないか皆さん自身がイエス様のようにサタンを光り悪霊を追い出し自らの病気や弱さをどんどん癒してもらう強いものになれば,なれば税金が増えるの強いものになれば税金が増えるの税金が意味がわからないかもだな。そうするとないだろう。なんでなんで求めないのなんで ただなのにただなのにハレルリア何この間金曜日にここで立派な死んだ信仰と生きた信仰とうとうのこのと立派な神に喜ばれる証しをして家に帰ったらいきなり鈴木直美高熱になって咳が止まらんのがあって飲んで勝利したあとには必ずやってくるからよ油断すればそのまま倒れるの分かりました なんでななんんででで聞くでしょなんでって聖書の基本が分かっていればそんなこと聞かないでしょう。あんたが立派な証しをしたからサタンがたまっているのかサタンは真面目に働くの。信者たちは真面目に寝ているし。サタンが真面目に襲ってくるのは法則だな法則。じゃあどうすればいいのか今回は薬飲んでません。あったりパーじゃないの なんで薬の話が出るの、そこで。イエスの目ダフラフリ出てけ、もう騙されん。お前だろと。高熱のくれ、出てけ。石のくれ、出てけ。熱は下がり。キは止まれ。イエスの目でメジロそうなれよ。終わり。今日笑顔で入ってくきまい先生、やった何をやる <laughs> こういう簡単な話をんで 感謝も持たないのかあんた方が朝昼晩食べるご飯よりも無限倍強い生命の力はなんでおいしくいただこうとしないのか聞こえなかったんだろうわかりました、話が。ハレルヤこういう秘密がわかれば百戦百勝できるのに。 もう疑問が,が生じるわけじがないでしょう。う見えすぎるの。見えすぎる。今笑ってるアイドルはこの世では彼を世間に取るとかなかったの。イエスの前に来たら悪霊であることは分かってそれを追い出したら正常になったの。正常になったら教会来ないね。 うちのうちではこれは常識なのに、一般常識なのに、なんで教会がこれを知りませんのなぜ知りません、うん、サタンに騙されてるから。ハレルヤアメ人生の答えが道が明確にもうここに記されてるし、備えられてるの。それを歩んで天にまで不自然に入っていくのが信仰生活です。今日から サタ,にサタンと東京、やめなさい、離婚届け出せ。<laughs> サタンとイチャチャしながら、共にしながら、先生、ここ国、大国だよ。サタンと人にしたんだろう。うそういう分かりやすい話ですよ。ハレルヤ、よろしいですかいくらでもありますよ。クリシャンになってもあります、攻撃は。いや、人になってもあります。いや、イエス様まで襲ってきましたよ。 イエスはもう言葉と精霊の力で追い出したのサタンを。アーメンですかこれは普遍的な聖書の知識じゃないのか。1時間で分かる聖書が何で2000年だって分かんないまだに霊的な人がいないから。霊的に悟った人が目を開いた人がいないからよ、みんな盲目、肉のレベルでやってるから、神に中心なうて人間中心の進学、教理、信仰になっている、転落している。 何かあれば病院に薬、どこの病院がいいの、どんな薬は効くの、教会に何十年ちょうどいながら、こんなことばかりしてる人、サタンの宣伝部長でしょ。もう、辞職書出して、辞職。ハレルヤ、サタンと東京をやめて、離婚届出して、聖霊によって、すべての打ち勝ち、自らは強くなって、大勢の人を守って救っていく人になりますように。 휴 예수로 인해 돼. 지 마스. 예수 상 가운데 내놓으마. 예수여!